スーパー R タイプ、グラディウス、ダライアスに並んで、横スクロールシューティングゲームの、黎明期を支えた御三家の一つ、R タイプシリーズ、アーケードゲームを基本に、様々なハードに移植された、本シリーズですが、本作はアーケード向けの、R タイプ2を、スーパーファミコンに、移植した作品となっています。アーケード用と家庭用という、大きくスペックに差のある移植だけに、本作は大幅なアレンジが加えられ、もはや別物と言っても、過言ではない作品となっています。もともとの6ステージのうち半分が、オミットされ、追加された4ステージの、合計7ステージとなっており、さらにボスキャラも、大幅に変更を加えられました。移植というには、やりすぎたと、開発元も思ったのか、タイトルも変更となっています。ダイナウォーズ、恐竜王国への大冒険。もともとは同名のアメリカ映画を原作とした作品です。子供たちが恐竜番組ダイナウォーズの世界に飛び込んでしまうという SF ファンタジー映画ですが、こちらはあまり日本では知られていません。非常にオーソドックスな横スクロール型アクションゲームで、原作同様に主人公は恐竜に乗って進んでいくことになります。当時のスーパーファミコンのアクションというと、どうしてもマリオと比較されがちですが、特に本作については、ちょうどマリオにヨッシーが実装された頃と時期が一緒なこともあって、比較されがちです。恐竜と少年がバラバラに動いたり、ライフ制だったりと大きな違いもありますし、こちらもマリオに負けずとも劣らずの完成度となっていますので、ぜひ一度プレイしてみてください。ガンフォース。もともとはアーケード向けに開発された本作は、発売当時から10年後の2000年を舞台に、R 国によって開発されたニューロコンピュータによる世界征服に対抗するため、サバイバル戦のプロフェッショナルであるミルクマンとテーターボーイが、コンピュータの設置されている R 国の海上要塞に立ち向かうというストーリーのアクションシューティングゲームです。様々な重火器や戦闘用車両を戦場で調達して攻め上がっていく様は、後のメタルスラッグ的な感覚で遊ぶことができます。また、難易度についても、アーケード版に比べると、家庭向けに、だいぶ優しく再設定されたものとなっており、お子様でも安心して遊べる難易度となっています。一方、ハードゲーマーな方々からは、難易度が低すぎるという評価もあるのが、少し残念なところです。
メジャータイトル、子供向けのファミコンや、若者向けのゲームセンターにおいて、案外多いのがゴルフゲームです。おそらくファミコンを買うのに、実際にお金を払うお父さんや、営業中の時間つぶしに、ゲームセンターに入り浸る会社員を、狙ってなんでしょうが、本作もまた、そんな大人向けの作品と言えます。まずパッケージのイラストからして、子供や大きなお友達に、一切こびる様子がありません。ゴルフゲームとしては、非常にオーソドックスなものとなっていますが、当時としては珍しく、プレイアブルキャラクターが4人いて、それぞれ能力が異なっていて、プレイヤーがやりやすいキャラクターを選択できる点と、1コースぽっきりの賞金マッチであるスキンゲームがあるのが特徴となっているゲームです。ニトロパンクス、マイトヘッズ、なんとなく腹が立ち、そして何の動物なのかも不明な生き物が描かれたアメリカのカートゥーン風のパッケージの本作ですが、彼の名前がニトロです。食い逃げ常習犯である彼が、マフィアに誘拐された食堂の娘を、賞金のバイキングのために、助け出しに向かう、というアクションゲームです。ニトロが何者かわかりませんが、髪型を変更すると能力が変わったり、髪がない状態で攻撃を食らうと、死んでしまうというので、毛髪が何かに絡んだ、キャラクターなのかもしれませんが、特に原作も何もないので、よくわかりません。そもそも人間なのでしょうか。髪の毛に関わる部分以外は、オーソドックスな、アクションゲームですが、ライフの代わりに髪の毛という不思議なゲームなので難易度はやや高めとなっています。R タイプ3。 R タイプはアーケードゲームからの家庭用への移植が基本となりますが、本作は純粋なスーパーファミコン向けのゲームとなります。シリーズの過去作同様に非常に高い難易度となっており、敵のパターンを把握していないと進むことも難しくなるでしょう。しかし本作は家庭用ということもあって、コンティニュー回数が無制限なため、死に続けても心さえ折れなければいつかはクリアできるという設計になっています。ちなみに本作はかなり人気が高く、再現性は低いものの、ゲームボーイアドバンスに移植がされていたり、バーチャルコンソールでも配信されていたりと、現在でも遊びやすい作品となっています。
頑張れ大工の源さん。大工の源さんシリーズ。古き良きアキラはテイストの、下町を舞台に悪徳建設会社を、懲らしめるため、正義の心を持つ江戸っ子の大工である、田村源蔵こと、大工の源さんが木槌片手に奮闘する、アクションシリーズですが、これまでと打って変わって、源さんがスーパーファミコンに、殴り込んできた作品です。グラフィックや BGM、そしてステージのバリエーション、さらには源さんのアクションの追加等、様々な点でタワーアップしていますが、良くも悪くも、大工の源さんそのままで、安心して遊べる一方で、少し物足りないかもしれません。後に CR 大工の源さんなどで、本シリーズを知って、本作に手を出した人も、多いかもしれませんね。沈むかもしれない。